それではね、大島大橋を、渡っていきます。天気がね、良かったらね、もっと良かったんですけどね。西海市観光マップですね。今ここですね。で、行こうとしているところがここです。先都町ですね。ここの展望台までまず行こうかなと思ってます。大島トマトってなんか有名なのかね。さっきなんか看板あったから。それでは、どっち行こうかな。まあ、先にね、一番角のところまで行こうかと思ってたんですけど、まだ時間が早いんだよな。左じゃなくて右側の方、大島造船所の方にちょっと行ってみようかな。先にちょっと時間があるんで、先にそっちを走ってみようかな。ここが、大島造船所ですね。まあ、長崎にね、造船所いくつもあるんで、見慣れてるっちゃ見慣れてるんですけど、でね、ちょっとね、帰りにね、寄ろうかなと思ってるところが実はここなんですよ。焼酎工場、ここにね、なんか見学ができるみたいなんで、飛び込みでも OK って書いてあったんですね。酒好きとしてはね、酒蔵をちょっと見たいなと思ってね、帰りにちょっと寄ってみようかなと思ってます。もう多分この先行っても多分何もなかったんだよな。大島大橋が左手に見えて、目の前が、大島造船所ですね。なんかでっかいの作ってますね。タンカーかな。あ、ちょっと太陽が見えてきた分まだマシだな。雨降らないだろうな。あ、やっぱ海綺麗ですね。海は落ち着く。はい、ってことで、大島造船所ですか。そうしたら
なと、思います。まあ、途中ね、ちょこちょこちょっと寄ってみようかな。どっかこの大島なんですけど、昔は観光になってたのかな、観光の島みたいな、になってて、多分ね、前回行った時なかったと思うんですけど、その、観光で働いてた人たちのね、なんかアパートみたいなの、もうあの廃墟みたいになってるのは あるんですけど、そういったのがね、山のもうあの木が生い茂ってるところにポツンとね、何頭かでっかいのがね、あって、結構あの、なんだっていうね、建物があったんですけど、多分ね、この間行った時ね、もうなかったような気がするんですよね。あったのかな。まあ、多分ここ島で唯一のバイク屋さんですか。なんか TZR の250がありましたね、あれ。レアだな。ツーストか。ツーストいいっすよね。はですね、まあ、免許、中型免許ね、取るときにツーストのバイクにね、乗ってたっていうのもあるんで、いまだにね、あのツーストの、あの加速感っていうんですか、あの軽いボディであれだけね回ってくれる、あのエンジンがね、未だに覚えてまして、あの大きい排気量もね、最近ね、あのいいなと思ってるんですよ。リッターバイクとかね、まあ、そういうのもいいんですけど、やっぱりね、あのたまにバイク雑誌とかね、見るときは。どうしてもやっぱツーストのバイクの方に目がいっちゃってね。とは言ってもね、もう今ね、ツーストってもう化石に近いですからね。あってもボロボロとかね。で、以前ね、免許取る前、は、まあ、50cc だったんですけど、まあ、NS1 とかね、乗ってた時代もあるんですよ。一番最初の初期型なんですけどね、それに乗ってたりで、免許取って、まあ、知り合いからね譲ってもらったっていうのもちょっとあったんで、ZXR400 に乗ったんですけど、まあ、周りがね結構ツースト多かったんですよね。 NSR とかね、 TZR とかね、仲間が NSR 乗ってたんで、まあ、それもねちょこちょこ乗せてもらってたりとかねしててね、あのバイクは本当楽しかったなと。まあ年代的にね、80年代後半なんですよね。まあ、その年代が89年モデルかな、まあ、あの知り合いが乗ってた NSR がね、で、テラカラーって銀テラっていうねカラーリングの NSR にしてて、でね、その当時ねやっぱねツースト欲しかったんですけど、やっぱねあの人気があって結構やっぱいい値段してたんですよね、その当時もね。今はねもうびっくりするような金額になってるのもあるみたいなんですけど、で一番やっぱり欲しかったのが、NSR のロスマンズカラーですね。デジタルメーターになる以前ですね、ガルアーム時代の NSR ですね、91ぐらいだったかな。あれが本当欲しかったんですけど、 SP ですね。で、まあフォーストだと VFR、のね、オキカラーって確か限定カラーが確かその当時出てたんですよね。あ
れのカラーリング良かったなと思ってね。まあ結局ね、どっちも乗ることはなかったんですけど。え、これってタヌキじゃないの？タヌキっぽいね。え、なんか大島ってなんかタヌキとなんか関係があるんですかね。その先とのですね、温泉の名前もタヌキの湯って確かなってたんですよね。で、今の観光案内もタヌキだったんで、タヌキが何か関係すんのかな。あ、伊勢海老いいっすね。昼間から伊勢海老っすか。そっか、こっちは荒かぶか。荒かぶってカサゴ。うん、ここ良さげだな。33度、元気ランド、うん、広場か、広場っぽいね。ちょっと寄ってみようか。うん、すげえ広いな。あ、さっき見た案内図と一緒か、ここは。